おはようございます。バンです。琵琶湖を眺めているところなんですけれども、ここですね、ここ。波打ち際から3メートルか4メートルぐらいのところに、ちょっと石みたいなのがあって、そこで波がね、立ってるの分かります?この辺りです。ここにね、大きめの石があるんですよ。で、今日はですね、これをね、回収します。チェーンブロックでこっちの方にずーっと寄せていって、来週か再来週に予定している、砂浜の方のね、瓦礫回収に合わせて、重機でね、それをなんとかもっと寄せて、仮置き場所まで置きに行くということにね、準備を進めようと思います。あそこだけ1個だけね、めっちゃ離れてるんですよ。石がいっぱいある石群からね。なのでこれだけな、ちょっと今日はですね、これをなんとか浜の方まで寄せるという作業をやっていきます。はい、そうしましたらね、砂浜の方にやってきました。ちょっと解説していきます。普段はね、あっちの方の石を回収して、瓦礫を回収してるんですけども、今日はこっちです。一個だけね、飛び地があるんですよ。そっちの方に行ってみますね。もうね、そこに一輪車に道具は用意してます。だいぶ水引きましたね。今日で琵琶湖基準水位マイナス75とか78ぐらいだと思います。一個だけね、ここにね、大きな大きな瓦礫があるんですよ。瓦礫だと思います。多分もしかしたらあのブロック状の石かもしれないんですけども、どこだったかな、この辺です。この辺なんですけど、前からね、気になったんですよ。あ、これだ、これですよ。わかります？これだ。これをね、あっちの浜の石、グミの辺まで寄せます。もう今日はこれだけです。ただどこまで下があるかですよね。で、まずはちょっと遠いんで、あそこかな、あそこの木に引っ掛けて、で、ちょっと動くかどうか試してみるところからですかね。それでは、作業開始します。はい、どうもです。やりました。動きましたよ。この調子で、一番向こうまで、引きずり出そうと思います。
はい、どうもです。ちょっと解説いたします。15メートルぐらい動いたかなってとこですね。で、まだまだ浜まであと、10メートルぐらいありますけども、とりあえずは岸まで寄せます。でね、これが何だったのか、この正体は何だったのかというと、おそらくですけども、船の係留用に沈めておくアンカーかなんかですね。その名残がね、ここにありますね。ここに鉄筋が出てて、なんかこんな、鉄ワイヤーみたいなのもあったんで、ここはもうボキッと折っといた方がいいですかね。いや、そうか、危ないかな。とこですね。とりあえずボキッて折って、取れるわ、もうこれ。取れるけど、危ないですね。とりあえず、あとでここで、ここはグラインダーで切っとこうと思います。これは回収ですね。もうちょい。とりあえず岸まで寄せます。はい、どうもです。途中でね、電池がなくなってしまいましたけれども、この辺りからね、わだちができて、ますね。あの辺まで引きずることができましたね。あともうちょっとね、浜の中ほどまで、ちょっと寄せてしまっておこうかなというふうに思いますけれどもね。まあ、あんな湖の、ね、中にある状況ではなくて、回収できてね、よかったと思います。まだまだね、続きますけども、ひとまずこれにて失礼いたします。ではでは。